演劇集団青の会 YouTube チャンネル高橋です。ということで今回はまた一人で青鬼をやっていきたいと思います。では早速先週の振り返り。失礼って言ってる。え、あ、作業員室の鍵。はい、ということで先週の続きからまたやっていきます。ということでスタート。一人で行きますよ。あおにちゃんね、ほいほいほい、いつもの続きほい。棺を開けて、まあまあ作業員室がどこにあるかですよ。この部屋だったっけ、なんか扉が開かんかったとこ。お、使えた。お、開いた。で、母の日記、10歳の誕生日、お祝いしてあげましょう。何がいいかしら。お、サプライズ、サプライズパーティーを開くらしい。うん、でロッカーがあるっちゅうことはですよ、まあ出てくるっちゅうことでさな。これはロッカー開けた。お、お、お、はしご、お、はしご、お、ロープ拾えるんじゃね。まあまあ一応せっかく来たからいろいろ探索してから行きましょうね。うんうんうん、効率。まあ椅子は動きません。うん、ここはロープだけかな。まあまあアイテムゲットしたからちょっとロープをね使いに行きましょうね。ちょっとなんか新しいとこ行くから安全に行きましょう。確かこの右の奥、一番奥だったような気がするんですよね。そう、ここですよ。ここで、はしごを使う。使えるのか?お!かけれそうだ。いけるの?お、いけそう!使っちゃおう。お、当たった。来ました。手に入れました。これで千歳を助けられると思う、多分。で、その先にあるこれが気になるんですよ。これがね、ほう、班長に記録をすべて奪われた。ほう、そういうことで隠したってこと？そういうこと？え？マジで？ちょっとなんかトラップ的な感じじゃん。どこやったっけ、ここやったっけ、真ん中やったっけ。よいしょ、やばい、もう絶対トラップや。あれ、音なくなった。どういうこと、もういないってこと。ん、ロッカーに入る前に逃げ切れたってことですか、これは。もしかして。まあ一応セーブしたしちょっと進みましょう。まずは千歳を救えるのか、使えるのか、ロープが使えるのかい、頑丈そうな長いロープだから使えるのかい。はい、おお、使いましょう。お待たせいたしました、千歳さん。おお、来た。ふん、急ぎましょう。行きましょう。どこに行きましょうか。行ったことないところ行ったらいいってこと？あ、こっち、うん、来たことあるね。他に行ってないところどこ？洞窟の中で。こっち行ったっけ？こっち行った？
あ、来たことない。え、何これ、ちょっと怖いんですけど。新しいとこちょっと怖いんですけど。崩れてる。こっち行けない。お、扉がある。これは何？一人で、あ、そのために千歳さん回収しております。開けられるの？せーの、よいしょ。お、開いた。お、新しいとこ来た。ここは何？通路？ん？何の通路？お、生きててほしい。急ぎましょう、急ぎましょう、急ぎましょう。意気込みいいですね。さっさと出ましょう。さっしゃ、しゃ、しゃ、うん、さっさとクリアして出ましょう。あ、何これ、白い、白い。あ、上の方まで来たってこと？行ったらあかんって言われたのに。マジで。ほう、山頂、登頂しないといけないってこと？結局。お、なんかある、光ってる。そしてなんか雪も降って、雪、雪も降ってきたよ。ほう、サクサク掘り出した。ん、青く染まったカバン。ほう、ダイナマイト。え、どこで使うんでしょうか、ダイナマイトは。いや、うん、使ったことないけど。そして分かれ道、こっちと上にもあるってこと？何があるんよ。渡れそうにありませんね。はい、何か置ければ対岸に渡れるか。何か置ければ、さ、探しましょうか。ちょっとなんかこの時期なんかサマースノー的な感じなんですけど、ちょっと涼しげですね。全然、嬉しくはないけど、涼しいかな。うわ、井戸がある。ってことはここで出てくるってこと？青鬼さんにゃ、出てくるってことしてにゃからにゃ。で、どうやって渡るのこれ。なんか、お家があるっぽいから行きたいけど、なんかシューってなんかスケートリンク的、帰ってきちゃった。ほうほうほう。あ、ちょいちょいって進めば行ける感じ。おお、行けた。ほほ、ここは何？ここだけ？新しいとかということは出てくる可能性が高いということですね。行きます？行きます？行っちゃいます？行ってみよう！嘘、このタイミング？お、よかった、ロッカーあったー。危な！今日、青に多くありません？まあ、光ってるやつゲットするけどさ、これは、マッチ！しかも、青鬼って書いてある。あ、ダイナマイトにつけられる。ほう、引きずったような跡がある。はい、本棚動かし、動かせるの。おお、地下階段。また新しいとこ行くってこと？お、来た、地下。いらっしゃい。なんかこれは何、なんか光ってますけど。ナイフ、何に使うの？何に使うの？ほう、逃げなさい、逃げたいです。北の洞窟には絶対に近づくな。に逃げたいよ。でもなんか開かないんだよ、帰るところが。逃げろって言われても、とりあえず出ようかね、地下室からね。出ました。
逃げろって言われましても一応探索していこう。まあ、何も他ヒントないさね。今あるのがダイナマイトとマッチとナイフ。何に使うの？安全確認大事ね。シュー、 L 字に出てきた。本当にこれだけ？お家だけなの？なんかさ、この水色のところは氷ってことなのかな？そういうこと？だから滑ってってるのかな？そう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 。ちょっと遊ぶ。お、習熟が上がってまいりました。これ以上は進めないのね。青鬼、だいたいさ、青鬼が出てきたところから何かヒントがあるんだけど、他には何もなさそうですね、ここはね。じゃあ奥は？あの奥はどうやったらいけるんだろう。また奥もスケートリンク、氷が張ってる感じよね。これもいけるのかな。シュって、あ、なんか水晶的なやつがあった。これはなんかあるの？シュッ、あ、シュッと。何もない。戻ってきちゃった。どうやって行ったら行けるのこれ？どうやったらこれは行けるの？なんか向こう側にこのスケートリンクの向こう側に何かがあるんですけど、どうやったらいけるの？どういうこと？どうする？どうやっても対岸に行けなくない？さっきのシュッてシュッて行くやつ、ダイナマイト使えないよね。ここで使うのではないの？の？ヒント、爆破できそうな場所、手当たり次第に探せと。そういうこと？どこを爆破すればいいんですか？とりあえずなんか山頂まで、行きたくなかったけど山頂までは強制的に来ました。で、どこを爆破する？どこを壊します？わからん。ということで、また来週。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また来週。